全然あれやな、引き金にならないということで、フライトお疲れ様です。お疲れ様です。睡眠時間、じゃあ財産から何分寝ましたか？4時間やもっとか、6時間とかは。あ、え、コペンの時は？コペンの時覚えてないけど、もうなんかうたつた寝みたいなして、映画見て、もう一回ちょっと寝て、映画見てみたいな繰り返してるから、時間わからんの。コペンの時よりか寝てない。寝てないんだ。あ、慣れてるとかじゃなくて寝てないんや。ゼロ君は寝ましたか？全然やな。逆に何してたのその時間？ずっとアニメ見てました。アニメ？ああ、それもうダウンロードしてたんや。はい、偉すぎ。ちなみに何のアニメ？アニメ？あ、あれはマジおもろい。はい。カエルさん、カエルさん、どうせ顔出るて。サングラスは全然いい。ただの俺のチャンネルやから。寝れましたか？結構寝た。おう、何時間ぐらい？おお、じゃあ結構寝てる方やな。他の時間何してた？ゲームね。なんかガチにラインナップなぜやってんの？ちょっとここで親友さんとの合流待って、我々ホテルに向かおうと思います。おしゃん、すぐ回りますよ。俺映るかな。どうやってやるの？普通に映るだけで、基本的に自動撮る。顔は反応されない。俺には普通に売ってるレベルのレアに見える。レアっていうか、焼けてるんだろうか。切れない。せんな。いただき。いいな。これソースつけていいんだよね。うん。まあ、一回素材の味楽しんどく。どう？ちゃんとうまい。おー、いいね。今日はね、T1 組で、初飯食べていきたいけど、これ見てください、ちょっと。しやすさんのゼータ組の飯なんやけど、甘えてるよな、完全に。こんな日本で食べれる程度のアメリカ、俺らの見てこれ。さあ、アメリカのテキサスを食らってる我々からしたら、まあ、初日、ゼータ対 T1、T1 の勝ちなんじゃないかなと思うんで、まあこれがね、2日目、3日目、どっちがどんどん勝っていくのか、皆さん注目してもらえたらなと思います。じゃあ、3時。全部で。全部。あ、6人分の合計。はい、6人分の。シノ君は200ドルぐらいだと思います。220。はい、220。シユさん220。300。まあ。400いってる気がする。400。300ジャスト、400ジャストでいい。1000。ちょ、リカエルさん、いいくいって。じゃあ、答えは。あ、ポルさんは？あ、俺は450ドル。結構強いですね。上でもっといい気がする。500？ 500じゃね？500。510。510。気持ち、コーラも上がったね、今。700、逆に下がった。1000いってた。正解は600ドルでした。600？ じゃあ、6、あ、じゃあゼロ君が一ちゃん違い。510。それとそうだよ、ね、ティップの後には
$720ぐらいだったんです。結構いくな、チップも。720だったら700って言ったからゆかりさんめっちゃ近いんだよ結果的には結構 たくさん食べるの後に、あ、明日からハイクをしましょう。皆さん頑張りましょう。めっちゃ赤身じゃんと思ったけど、まあでもうまかったな。はい、ということで、今日の宿です。はい。まあもう、こう見たらわかるかな？どうやろう？俺の頭の上のこの余白の多さ、見てほしいんだけど、マジで高い。高さ、建物はね、5階建てなんやけど、な、5階建てにしたらでかくないかって思ったら、ワンフロアごとがね、めちゃくちゃでかくて、ちょっと中もね、見ていきたいなと思います。まあもうすでにね、見てはいるんやけど、髪はこんな感じと、正直言うことは天井がアメリカサイズぐらいではあるんだけど、これがエグいね。アメリカサイズがもう巨人サイズだけど、今までのホテルの中で一番多分ね高い天井が、特徴はそんぐらいですね。でも今日はここで、で明日からまた別の場所に行くみたいなんで、今日ここで一旦ね休んでいきたいなと思います。はい、おはようございます、デッツです。ということで、まあ、今日はドリームハックの会場はなんか PC のセッティングぐらいで1時間ぐらいでね終わるみたいなんで、反抗で多分今日だけかな反抗できるのはと思うねんけど、なんかね残念ながら土砂降りで見えるかな、こうホテルの中のロビーみたいな感じで見えるかな、小窓から。さすがに映らんか、めちゃくちゃ降ってて、日本でもあんまり雨なかったのにアメリカで雨来るんやんっていうねかなりね運が悪いんやけど、まあねせっかくなんでいろんなとこ巡っていけたらなと思います。おはようござ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 います。なんか海外のチームポンちゃんメンバーからちょっと欠けてるし、あ、そうなの、随時いなかったりアイドロップいなかったりなんかへー、おお、すげえ辛いやつのはずやけどランダムみたいでーす。めくてくね、朝起きでーす。おはようございます。外雨やったんでね、室内で鑑賞できる水族館に来てるんやけど、ナラス世界水族館らしいです。世界って付いてるからな、ただの水族館じゃないと思います。まあちょっとねいろいろ見ていきたいなと思います。寝てるそんなビートの何しないペンギンか結構毛生えてる感じするペンギンやな。そうそうそう、すげえな、マジで。おお、チャンバラみたいじゃん確かに寝不足や、見せ方がダイナミックでいいしね、全体的に1個のケージの中に1個ずつとかじゃなくて、なんかちゃんと自然に放つみたいな感じでいろんな生物見れるんで、まあ、1箇所に 3,4 種類の別々の種類が入ってたりとかもしましたね。泳いでくれんかな、動いた、やば、動いた、動いた、動いちゃった、どうかな。今ごたよジャパンらしい。全然日本感ない。日本感。今日の飯これ。もしかして。アルファ。めちゃくちゃ多い。2回目のゼロ分カメラマン、
はい、水族館終わった後、みんなでここで一旦休憩しようと思います。なんかオーソみたいな。はい、今カフェで待機中です。で、水族館の時にね、みんなめっちゃ写真撮ってたんで、ベストショットコンテストみたいな感じで一人ね、一枚なんかいっちゃいいやつ選んでもらって、それをね、ちょっと見ながら誰が一番いい写真なのか、よかったらねコメント欄でも書いてもらえたらなと思います。俺はまあまあまあ、俺ほぼ映像でずっと写真じゃなくて映像撮ってるから、俺の写真はナマズが、なんかナマズと会話してる親子やな親子が手振ってナマズと会話してたっていうシーンをたまたま撮れたから、これ俺のベストショットです。私はこの美しさでもとても怖いの怖いって感じ。鳥、俺のベストは、このベッド、あー、フラミンゴのやつや、うん、これはいつちゃん綺麗やったな。でもタコ06、おお、ここね、これいいいいね、いっちゃんいかつい、躍動感あるね、確かに写真やる。財産、財産、おー、あれとみんなあれやな、やっぱインパクトあるのいくね、インパクト重視で、これガチでかかったからマジでかかった、手のひら3個分ぐらい。ガイさん、ペンギン仙台、これ俺最初見た時一挙と思ったけどなバリ最強やし、多分一番最初に写真撮ってこれやから、よかったらコメント欄で誰の写真が一番いいか書いてもらえたらなと思います。セッティが手振ってくれた。もうちょいオフラインの環境を明日中に慣れればいけるかなって思います。いや強かったですね、意外と、うん、関係良くなかった。正解のプロ、うん、イージー。